皆さんこんにちは、エルザです。今回は対面で相手の動きを読む力を見つける考え方についての解説となります。スプラトゥーンだけに限った話ではないんですが、対戦ゲームでは武器やエイムだけでなく読みという予測も大事になってきますよね。この読み方次第では相手をうまく倒すこともできますし、見えない相手も攻撃を効率よく当てるということが可能になっていきます。ではこの読む力っていうものはどうやって身につけてばいいのかっていう説明を、今回は優先度などについて詳しく紹介していきたいなと思います。また本題に入る前ですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。そもそも読みと言われると勘や経験から来る予測に近いと思うかもですが、実際は相手の立場に立った選択肢となります。まあそれが読むっていうことですからね。これは自分視点で考えてみるといいんですが、例えば壁裏で対面をするとなった場合、出るのは右か左か、とどまるのか、みたいな選択をするのかなと思います。まあこれは人によっては無意識でやってたりとか、考えたりとか様々ですね。で、この移動に合わせて攻撃をしたりするのが読みとなるわけです。相手にある複数の選択肢の一つを狙っていくことが大事なわけですね。この読みを繰り返していくうちに経験値として溜まっていき、選択肢の傾向が理解できるというわけです。だからより効率よく当てれるっていうわけですね。まあ、たくさんプレイすると読みやすくなるのはその経験をもとに対面するからです。だからたくさんプレイした方がある程度身につくのは早くなるっていうのは変わらないですね。でちょっとだけ話がそれたので戻しますが、読みというのは相手の立場に立って選択肢に合わせれるかが鍵となります。選択肢としてどういった行動を取るのかを相手の心理で考えることが読みの一歩となります。勘じゃないっていうのが分かるだけでちょっとハードルが下がったのかなと思いますね。それでは具体的な選択肢の考え方について紹介していきたいと思います。それでは読むための選択肢に関してですが、できれば2択で考えるっていうのがシンプルで一番いいです。ですが実際の選択肢っていうのはたくさん出てきます。なのでまずは普通に起きる選択肢っていうところで話をしたいと思います。まあ、その後に2つの紹介ですね。まず敵がこの位置にいた時ですが、相手の気持ちになって攻めてくる方法を考えてみましょう。ここで考えられるのは3つの選択です。左に出る、その場に留まる、右に迂回して中央に出てくるの3つです。で、これを前衛後衛で考えた時なんですけど、まず前衛の場合でいきたいと思います。まあ、相手が強気な前衛なら1を選択する可能性ありますね。そのまま出てくるっていうことです。まあ、場合によっては待機ですね。まあ、そこから動かないと攻めれないので前衛としては出てくる可能性が高いです。ですがこれが後衛の場合は変わってきます。射程を生かしても1を考えられるっていうのはありますが、2か3の選択をする可能性も十分に考えられます。射程がある分離れたところから攻撃できるので、読み方っていうのが大きく変わるんですよね。基本的にはこんな感じの読み方になってきます。人によってはいつもしていることかもしれませんね。でもこれだと3択なので追い打ちをするときにちょっと分かりづらいですよね。まあ、そこいるのは分かってるんだけどどっち動くかなみたいな、ってなると難しいと思います。なのでこういったときに2択になるように絞る攻撃を仕掛けるってことが非常に大事です。この3択の中で一番厄介な選択っていうのはどれでしょうか。多分2番ですよね。その場にいるっていうのが厄介です。下がった場所にいるのか、その場に同じ場所にいるのか、ちょっとだけずれたのか、全然違いますよね。ということは、2番の選択肢を潰してしまえば、相手は強制的に1と3に移行する可能性が高くなります。1の左に出てくれば、そのまま攻撃を続けれます。これが一番楽な選択してくれた時ですね。読みとしては一番楽です。逆に出てこない時は右に移動した可能性があるので、他の相手を優先して倒すという風になります。このように最初は3択だったんだけど、攻撃一つで2択に追い込むことができます。よりシンプルになりましたよね。これを意識した上で潰しに行くと弓としての精度が上がっていきます。ここ打ったらもうこっち動くよね、だからこっち打とうみたいな感じですね。
最初から1と3を狙うっていうわけではなく、2段構えで2択にしていくっていうのが一番楽な方法です。自分で強制的に2択に持っていくっていう感じです。これで十分に対面は有利に持っていけますね。じゃあ2択に絞ることができましたとなった場合なんですが、どっちの選択肢が優先度が高いのか、選ぶべきなのかということを次で紹介していきたいと思います。続いての選択肢に関してですが、狙う優先度について話していきたいと思います。選択肢の選び方っていう点で考えると、基本はリスクが少ない動きっていうのを考えるといいと思います。このリスクに関しては相手視点のリスクが少ないという意味です。先ほど話に出た3択で話を進めたいと思います。この中で一番は3がリスクが少ないですよね。攻撃受けないし、中央出れるしっていう話です。これは相手からすると避けることにメリットがあるので安心感が高いんですよね。一旦攻撃をしのいで攻めのタイミングを見るっていうわけです。このように相手視点で考えると、選択の優先度はリスクが少ない行動をするようになっています。ということは、危険度が高いものよりも安全性が取れる選択肢を狙った方が攻撃する側としてはメリットがあるわけです。ただここで注意なんですが、これは優勢時の話であって、転生に成功した場合に限った話というところです。あくまで優勢っていうのが大事ですね。じゃあこれが防衛の時みたいに劣勢の時はどうなるのかというところですが、相手は勢いがついているので危険度が高い行動を逆に選びます。3択で言えば1の行動を取るようになるんですよね。これを選ぶ理由は、キルが取れれば試合を有利にさらに進めれるからです。このように選択肢の優先度といっても状況によって大きく変わります。優先度の度合いが逆転するんですよね。これは心理状況によって強気と弱気の行動が入り混じるからこそ起きることと言えます。ここまでの話をまとめて、選ぶ基準を考えると、自分たちが優勢なら安定の選択を狙う、自分たちが劣勢ならリスクのある選択を狙うというようにしていきましょう。これだけで読みの成功率っていうのはちょっとずつ上がっていきます。まあ人によっては逆行く時もありますからね。ここはもう読みなので間違えても大丈夫です。それでは実際の試合もありますので、そちらの一部を見ながら解説もしていきたいと思います。はい、では画面変わりました。じゃあ実際に試合の流れを見ながらやっていきたいと思います。まず劣勢状態ですね。ここから打開をしていこうっていうところです。でここなんですけど、常にこの状態で高台が取られています。なんなら金網一人いますね。でこの時なんですけど、まあ、やれることとしては高台をどうにか取るっていうことです。ただ相手の攻撃も届くような感じだったので、ここで一発撃ちます。でここ打ち込んだ時に、まあ、僕の中では左右どちらかに行ってくれたら楽かなと思ってたんですけど、この読みとしては、今右の箱があるところか、その後ろにある穴あみの上付近にいるのかなと思います。なので右に追い込むっていうことをしていきます。でこれが刺さったので爆発が当たります。で続いてメガホン溜まったのでメガホンを使います。で左下にいるのが分かったのと、正面チャージャーいますね、まあ、これ当たらなかったのでラッキーなんですけど、これでメガホン打ちます。でメガホン打ったらチャージャー自体はやっぱ逃げていきます。ただローラーに関してはめちゃくちゃ強気なんですよね。でメガホンの動きとしては、正面から多分左に動くだろうなと、敵が今攻め時なのでわざわざ逃げ切るっていうことはしないかなと思ったので、ここで一回メガホンで様子見ます。そうすると左に逃げましたので、ここに対して左に追い込み作業します。だからここ正面で、こっから撃つんだけど左に追い込む。で味方も見えてるので後ろを取ってもらうってことです。なので読みとして、一発撃った後にどっちに動くだろうなっていう選択肢を、まあ、左右じゃなくて下がるか左側かみたいな、もうそれの時点で左に寄せてるんですよね。そんな感じで選択肢絞ってます。でここも、まあ、敵が2人いるんですけど、まあ、味方さんがちょっとこの後粘ってくれるんですね。ただここで倒します。ここも連携うまくいったところですね。でここです。正面打って下打った後、敵が上行きました。最初上打つんですけど、その次あえて下狙ってます。でこれわざわざなんでそういうことをしたのかってことなんですけど、上に打ったら敵は壁にひっつける時間があるので、
まあ、待つんですよね。で下に打ってみたらやっぱ登ってたので、ここで上に上がるのまた打ちます。意外とこれも呼んでの行動ですね。でここ攻撃されたので隠れます。でここ、チャージャーが今顔出してましたよね。なのでチャージャー出したのであそこ狙いたいんですけど隠れちゃったんで、あえて見えてる方攻撃します。で壁裏に隠れていないのが確認できました。ではこの状況でちょっと下がってるので一旦ほっといてます。で右側がチャージャー移動してますね。でこの状況だと相手が打開で取りに来るので強気で来るっていうのは分かってます。でやれることとしてはローラーの処理をするわけです。これうまく刺さったからよかったんですよね。で次チャージャーになります。でこの状況だとチャージャーは絶対強気で来るんですよ。相手が劣勢時なんで、かつ打開をしないっていう状況なので、逆に強気になります。マイナスのマイナスでプラスになってます。でこの状況でどうするかっていうと、基本的に箱の後ろを狙って曲シャドウ打つのがいいんですけど、顔を維持でも出すなっていう読みができてるので、ここであえて自分の体出してこのままタイミング見て打ちます。右ではなく左に来るっていうのを予測したわけです。こんな感じで右左とかっていうのはあるんですけど、最初構えて相手がいる位置とかに合わせてどっちに打つかみたいなのをやっていきます。ちょっとねずっと武器トラスト使ってるんで、読みとしてもこう来るなで結論で最初やってるんですけど、細かくどの段階で考えてるっていうのを話すとさっきのタイミングになるかなと思います。これがうまくいけば爆発矢とかもね刺さりやすくなったりとかするので、まあ面白いところかなとも思いますね。ただまあこの試合で言うと、まあ爆発矢とか直当てが刺さったからっていうのもあるんですよ。選択肢として成功したなっていうところは。なのでまあただ参考にするところとしては、動きの動向がちゃんと取れた、傾向的に良かったというところです。あとは読みやすいマップ、湯の花は公園にとって読みやすいマップなので非常に楽ですね。なのでマップによってはこういったことができず難易度も上がりますので、その点は注意していただけるといいかなと思います。はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。